昨日も流れてましたね。流れてました。あなたが輝く魔法の宇宙道。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法の宇宙道の時間です。ご案内は伊礼のりことペイチン悟、 FP 崎山、今日もよろしくお願いいたします。はい、さて今日は5月25日、旧暦では4月の19日、6期では仏滅になってますけども、はい、のりこさん、はい、今日仏滅ですけども、うん、仏事法事ごとには吉ですのでね。そうですね、はい、うんうん、そういうことですね。皆さん仏滅といっても、法事ごととかですね、はい、仏事には吉ということですね、そうですね、はい、それをしっかりと押さえてください。はい、今日もまたよろしくお願いいたします。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。はい、さてのりこさん、はい、はい、今日のテーマの前にですね、はい、何かリスナーの方にインフォメーションありますか？あ、そうですね、ですね、先日ですね、数万房数の話をしていましたけれども、はい、ね、現在、沖縄は梅雨はい、っていうことなんですけども、意外とですね、梅雨でもですね、朝が晴れていまして、そうですね、はい、私、今日もうウォーキングしてきたんですけど、約1時間ぐらい、はい、素晴らしい朝日が見えたんですね。はいはい、うん、ですから、今年の梅雨はまだ梅雨っていうよりも、ね、ちょっと爽やかな感じですね。そうですね、から梅雨ですけども、うん、今、夜明けの、テキーラサンライズっていうふうに言われますね。はい、あ、そうなんですか。はいはい、カリフォルニアの夜明け、カクテルがありますよね。はいはい、テキーラ赤いのですよね。そうです、あれが夜明けの色ですね。はいはい、うん、あ、そうなんですか。はい、夕日じゃなくて夜明けの色なんですね。夕明けですね。はい、これもイーグルスの歌詞で出てきますね。はい、あ、素敵ですね。はい、はい、まあ、そんなこんなで、そうですね、時折雲の間から見え隠れする太陽がね、眩しいですね。そうですね、はいはい、今日もまた、このヘブンギノワンのスタジオから見える西海岸、うん、はい、東中海、ちょっと夕焼けがですね。そうですね、はい、どうですかね、FP 崎山さん、はい、今日の、夕焼けロケーションは、いいですね。あ、いいですね、地元ですからまた、はい、どうか、いいですね、すごくこの場所ってなんか癒しの空間、はい、そうですね、今日また、FP 崎山さん、はい、ファンの方が来てますね。そうですね、はい、じゃあ手を振りましょう。はい、はい、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、はい、じゃあそれではここで1曲お届けします。ホテルカリフォルニア by イーゴ。イーグルスじゃないな、ここで、違ってる、曲が違ってる、違う、まあ、いやいや、ホテルカリフォルニア、ザ・イーグルス、ん、イーグルス、ホテルカリフォルニア、あれ、表示名は一緒なんですけどね、あれが違います、そのバージョンみたいな、合ってます、もういいですよ、違った違った、バージョンが違う感じ、うん、曲が違ってる。表示名はホテルカリフォルニアってあったんですね。イーグルスね。
でもいいんじゃない、そこでイグルスの話して。ちなみにこれなんていう曲？これちなみになんていう、ちなみになんていう曲、うん、ちょっと入れましょう。はい、うん、はい、リスナーの皆さんの方に、今、イーグルスの曲が流れている間にですね、ちょっとイーグルスの、再度また説明をですね、先週もやりましたけども、まずイーグルスは1971年にデビューしてます。アメリカンロックバンドで、アメリカ西海岸、ロサンゼルスを拠点に、活動した世界的な人気を取っている、バンドですね。なんと皆さんトータルセールスの、レコード CD 売り上げが1億2000万枚を超えております。はい、オメナ代表曲は皆さんよく知ってますけども Take it easy、 ならず者、呪われた夜、ホテルカリフォルニアなど、その他にもたくさんありますね。そしてあの、ローリングストーンの選ぶ、ローリングストーン誌ですね、有名な音楽雑誌ですね、が選ぶ世界歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第75位に選ばれております。はい、もう少しちょっと皆さん紹介しましょうね。イーグルスの結成の先駆けとなったのは1971年に、リンダ・ロンシュタットのバックバンド、そのバックバンド編成のためにミュージシャンが集められました。そこに、グレン・フライ、ドン・ヘンリー、そしてランディ・マイズナー、そしてバーニー・レッドンの4名が顔を合わせ、後に彼らは独立して、1971年8月にバンドを結成しました。リンダ・ロンシュタットが所属していたアサイラムレコードからイーグルスとしてデビューしました。皆さんご存知のイーグルスの曲はほとんどグレン・フライとドン・ヘンリー、この2人が作詞作曲、ビートルズのレノン・マッカートニーと匹敵するぐらいのソングライターです。その2人が中心となってできたのがイーグルスです。さあ、またあの結成当時ですね、面白い逸話もたくさんあります。メンバーのグレン・フライが当時同じアパートに住んでいたのがジャクソン・ブラウン、あの有名なジャクソン・ブラウン、そしてこのジャクソン・ブラウンと一緒に作ったのが Take It Easy、 これが1972年のデビューアルバムでいきなりのシングルカットでシングルヒットしております。その後マジのささやき Witch Woman、 その辺りも全米ヒットとなり、デビュー当初もカントリーロックのイメージが強かったのがこのイーグルですね。ロサンゼルスを代表するバンドとなりました。そして2枚目のアルバム、ならず者というのはコンセプトアルバムですね。西部開拓時代のデューリー・ドートンというすごい悪者がいたんですけども、それをフィーチャーしたコンセプトアルバム、それがならず者ですね。このならず者から実はすごい有名なデスパレード、後にロンシュタット、あとカーペンターズに至るまで数多くのアーティストたちにカバーされたスタンダードナンバー、まあ、そういう形がイーグルスのですね、紹介ということになっております。さあ、ここでですね、まだまだあります。ちょっとイーグルスのですね、ちょっといろんな、逸話がありますけども、ね、ちょっと紹介できるだけちょっと紹介してみましょうかね。はい、こういったのがあります。これあのグレン・フライがある日俺たちは気づいたんだ、トップ10にシングル送り込んでるもん、俺たちはビートルズとは違うんだってね、俺たちはヒステリックなサウンドを作ろうと思わなかった、そこでちょっとクールになってまたやり始めたのさ、それこそ Take it easy って感じだね。これがグルンフライの人です。どうもありがとうございました。入江さん、今 何が流れたか分かります？今の曲、はい、なんか表示はイーグルス でちゃんとホテルカリフォルニアってなってるんですけど、いくつかいっぱいなんか出てきて、うんうん、でもう別のやつは6分30秒あるんですよ、うんうん、多分こっちはちゃんとしてると思うんですけど、うんうん、なぜか中身と表示が全然違う。そうだね、5分以上あったのよ、あるの、はい、オリジナルは。なんで多分なんかおかしいね。もしかしたら多分次回から1回イレイさんに確認してもらった方がいいかもしれないです、うんうん、そうだね、はい、オッケー。静かな歌でした、ね。10秒
あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまで、元保育士の入江のり子とペイチンサトル、FP 崎山がお送りいたします。ですね、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオより、この後7時までお送りしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょっとね、元保育士っていうことでちょっと PR しちゃいましたけれども、ね、はいはい、この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です、はい。はい、のりこさんどうしましたかね。はい、ちょっとですね、あのいきなりちょっと保育士、FP 崎山さんがそうです、ね、フェイントをかけるからすいません、ね、いつもはい、はい、ですね、先ほどですね、ちょっと数万防止数の子っていうかね、あの話をしたんですけども、はいはい、ちょっとね、あの先だってちょっと説明が足りなかったのかなって思ったの で、はい、そこからスタートしていきたいと思います。そうですね、ちょっと数万房数の話から、はい、ですね、はい、お願いします。1年を12等分したのが、はい、ね、12ヶ月ですよね、はい、あ、失礼しました、12か等分ね、はい、合ってますよ。で1ヶ月をですね、また2つの季節に表したのが24節気っていうのがございます。あ、24節気、はい、毎月2回の季節があるんですね。あ、はい、でそれで、5月には立夏と小満っていうのがあります。立夏と小満、はい、あの、はい、もう夏になりますよっていうのと小満があるんですね、はいはい、それから6月は芒種と夏至があります、はい、芒種ですね、はい、芒種と夏至があるんですね、はい、でそれで沖縄の表現では小満から、芒種のことをですね、数万芒数っていうんですね、はい、うん、でこれを、はい、あの標準語で言いますと小満房種、ね、そうですね、はい、そうなんです。これ落ちなぐというと、はい、ですから5月から6月の間っていうことで、立夏から夏至の間を数万房数って言うんですよ、はい、っていうことなんですね、はい、そうですね、はい、琉球の先人たちが残した柔らかな表現ですよね。とても素晴らしい表現ですね、はい、そのちょっと前はウリズンの季節っていうことで、はい、潤う季節っていうことがあってありました。ありましたね、うん、はい、ですから、ですね、この柔らかな表現、琉球の先人たちが残したものをどん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 ですね、使って後世に残していきたいなっていう思いがあります。はい、特にあの私、はい、あの旧暦というのを、ぜひリスナーの皆さん意識してほしいなと思います。そうですよね、ちょうどですね、旧暦の方が季節的には合うと言われています。はいはい、そうですね、ということでですね、あの農作業の目安になっていきますので、どうぞ皆さん、あのカレンダーにも書かれていますので活用なさってくださいね、はい、でそして、はい、大切なものですね、数万房数というのは沖縄ではちょうど、梅雨の時期に入ります。はい、そうですね、今ちょうど梅雨ですよね、はい、この梅雨の時期というのは、うん、こう稲穂がですね、はい、非常にこう実る時期ですね、はい、非常にあの動植物、特に植物がですね、すごい盛んになるっていうことですのでね、うん、はい、あのやはりね、雨が降りますからね、はい、あのたくさんの水分を受けて成長していくっていうことですよね。そうですね、はいはい、ではですね、さ、あの先週なんですけれども、はい、はい、どうぞ、見られている意識と見せる意識っていうお話をさせていただきました。はい、はい、よく覚えてますね、はい、それであの先週も話しましたけど、はい、あのサイトコーポレーションの方で、はい、あの職員の皆さん対象にですね、講話をいたしました、はいはいはい、それとですね、昨日なんですけれども、あの西原の中学校の方で、はい、子どもたちは職場体験が職場体験学習に行きますので、はい、その前にマナー講座をっていう依頼がありまして、あの行ってまいりました。あ、うん、とてもですね、素晴らしい、中学2年生を対象にですね、お話しさせていただいたんですけれども、はい、どそこでやはり第一印象のお話をさせていただいたんですね、はいはい、うん、で、あのペイチンさんがね、この間第一印象どこから見るのっていうお話を投げかけた時に、ね、足からっていうことだったんですけども、はい、やはりね、大体の方が顔だよねっていうことで、あの多かったのがですね、1分ぐらいかなっていう、あ、第一印象の決め手ね、1分ぐらいかなっていうのが生徒の認識でした、はい、でそれでやはり第一印象は2秒から7秒で決まるのよっていうことをお伝えしたところ、
ね、生徒たちもああそうなんだっていうことで理解していただいたんですね。はいはい、うん、でその時の挨拶の仕方、はい、言葉を発してからお辞儀をするんだよっていうことで、お辞儀っていうのは日本特有のものなんですね。うん、日本特有、はい、はい、挨拶っていうのを挨拶っていう区分けですると、世界にはたくさんの挨拶があるんですね。例えば海外でしたら、握手挨拶になります。あ、そうですね、それとかまたどこかの国ではハグが挨拶になります、はい、そういうのもあって日本はお辞儀っていうことがあって、まず、目と目を合うのをアイコンタクト、はい、うん、それから会釈、まあ、ちょっと人がねすれ違うときにちょっと15度ぐらい、はい、ミーパチパチねは、アイコンタクトです。ミーパチパチ、はい、でそれから、会釈があり、普通のお辞儀があり、敬礼をがありまして、また再敬礼っていうのがあるんですね、はい、そういうお話をですね、覚悟度が違うのよ、思いの丈をですね、なんていうんですか、視覚情報で伝えているのが挨拶なのよっていうことをお話しさせていただいたんですね。そうですね、うんうん、はい、で先週も、まあ、ちらりとそういうお話をしていて、見られている意識と見せる意識っていうことで、人はですね9割がですね、印象は9割で決まるっていう言われているのね。ですから見られている意識と見せる意識をしましょうっていうことだったんですよ。で、メラビアンの法則では 55% が視覚情報で、はい、38% が何でしたっけ。 38% は、はい、丸情報、丸情報、もうさっきのね視覚情報のね三角情報、あ、違いましたか、はい、38% が聴覚情報なんですね、はい、聴覚と言いますと今、BGM が流れていますけども、そういうものとか、私が今話してますよね、はい、うん、それがお相手に届く話し方っていうのがあります。わかりました、はい、今日はですねそれをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はい、はい、人の心に届く話し方っていうのがございます。ありますね、はい、はい、それは3つのポイントっていうのは、はい、私の方が素晴らしいですね、これまたフェイントですね、はい、私の方が滑舌悪いですね、はい、滑舌よくはっきり、はい、それと口調はできるだけゆったり、ゆったり、はい、言葉遣いは丁寧にを意識しましょうっていうことなんですね。その3つを、心がけるとお相手の心に響きますよってことなんですが、はい、では、ペーチンさん、はい、滑舌よくはっきり、どうして滑舌よくはっきりなんでしょうか。はっきり、ゆったり、丁寧にのまずはっきり、はい、はい、そうです。これはですね、はい、コミュニケーションを取るときに相手がおります、はい、ええ、相手に対して、正確に伝えないと相手に、はい、気を使わせてしまいます、はい、それで相手に伝わるようにはっきりと言う、はっきりと言う、話しする、はい、話する、はい、崎山さんはどうですか、はいはい、はっきりの、はい、どういうふうに捉えますか。はっきりですか、はいはい、まあ、もぐもぐ喋ってたらなんか、はい、聞こえませんからね。あ、そうですよね、はい、はい、お二人とも正解です。パチパチパチ、はいはいはい、ありがとうございます、はい、私最初滑舌悪かったんですけども、はい、滑舌よくはっきりっていうのはですね、はい、やはりですねお相手に気を使わせないっていうことなんですね、はい、もぞもぞもぞって話するとお相手が何言ってるのっていうことで気使いますよね、はい、ちょっといいですか、はい、FP 崎山さんがもぐもぐって言いましたけど、はい、もぐもぐとした言い方ちょっとやってみてください。もぐもぐ、僕がですか、はい、どんな感じですかね、もぐもぐボソボソが良かったですね。なんかドラえもんみたいな感じで、例えば、なんかドラえもん、例えば FP 崎山ですって例えばもぐもぐとした感じで言うとなるとどんなになりますかね。もぐもぐ崎山です。あ、もぐもぐ崎山最高ですね。素晴らしい、はいはい、うん、そうなんですよ。だからなんか もぞもぞって小さな声でですね、はい、なんかごじょごじょって言うとお相手が聞こえないので、だからはっきりとした言葉でお話しするとお相手になんて言うんですか、はい、はい、相手に気を使わせないってことですね。相手に気を使わせない、はい、そうですね、はい、それと口調はできるだけゆったりってありますけども、はい、はい、まずじゃあ崎山さんから、はいはい、口調はゆったり、どうしてゆったりでしょうか。そうですね、言葉が
ゆったりの方が、はい、あのまあ、優しく聞こえますし、あ、聞き取りやすいということですね。聞き取りやすいんじゃないですかね、はい、早く喋るとなんかあの相手が、うん、あのなんていうんですか、緊張感というか、はい、なんか怒ってるのかなとか、あ、そうですよね、はい、なんか違う感情になっ、うんうん、はいはいはい、思ったりですね、そうですね、相手に急がされてるみたいな、あんまりいい感じじゃないですかね、はいはい、そうですね、印象がね、はい、あの、まあ、ゆったりの方がいいよっていうことですね、はい、感じがいいんじゃないですか、はい、そうですよね、はい、ではペイチンさんはどうですか、はい、ゆったりの意味、ね、ちょっといいですか、はい、これは私の知り合いの話ですけどね、はいはい、うちなんちょですね、結構足ガチャで、はい、足がさ、せっかち、わかります、せっかちで、せっかち、はい、話す口調も早いんですよ、はい、でこんなことがありました以前だ、あんたが立花立花するからバス張ってしまったさ最高ですね、はい、でこういったのあるんですね、はいはいはい、米峰さん、はい、今の全然わからないですよね、もう一回言いますよ、はいはい、だ、あんたが立花立花するからバスは張ってしまったさバスは行ってしまったっていうのはなんとなく分かりますね、沖縄の人たちはすごいせっかち、足がちゃってですね、はい、そういうふうに口調が早くなってしまうので、そのあたりをやっぱり今占めているのが、今ね、口調はゆったり、ちょっと路線が外れたんですけども口調はできるだけゆったりっていう意味はですね、はい、やはりですね、人間のあのなんていうんですか、先ほど崎山さんがおっしゃったように、早口で話しされると、あの受け取りの情報がちょっとですね、あのスピードが速すぎると受け取れない時もあるんですね。ありますね、はい、だから脳がですね、処理をするにはやはりゆったり話されると、あ、こういうことなんだなとかっていうことが聞き取れることが、あの脳で処理ができるんですよ。それと話している私もゆったり話することで、あ、次は何を話そうかなっていうことで考えるゆとりができるっていうことなんですね。それでできるだけゆったりっていうことになります。ゆったり、はい、まったりですね。よろしいですか、はい、はい、言葉遣いは丁寧にっていうことなんですけども、はい、ではどうして丁寧になんでしょうか。はい、じゃあこれは、あ、崎山さんから、はい、お願いします。丁寧の反対はやっぱりあの暖房ですから、うん、そうですよね、はい、うんうん、ですからやっぱり丁寧に喋った方がいいんじゃないかなっていう感覚、そうですよね、はい、マナーじゃないですか、ね、そ、あ、マナーかっこいいですね。それがね、もう当たり前のことですよってことですね、はいはいはい、そうなんですよ。じゃあペイチンさんは、はい、もうまさしく今、うん、FP 崎山さんが言った通りです、はい、あ、そうですね相手に正確に伝えるために、うん、そうですね、崎山さんが丁寧にですよね、話します、はい、よろしいですか。もうちょっと今日ペチさんネジが一本あの外れてしまってどっかに置いてきたような感じなんですけども、はい、言葉遣いは丁寧にっていうのはやはりお相手にですね、あの丁寧な言葉遣いでこう話されると尊敬されてる念があるんですね。大事にされている、はいはい、先ほどおっしゃったように丁寧の反対は乱暴ですので、乱暴に言われてると粗末に扱われている感がないですか。なんか怒られてるとか、そういう感じがあるので、丁寧にっていうことなんですね。ですから、コミュニケーションでとても大事なのは相手に合わせるっていうことを先週お話しさせていただいたと思います。そうですね、うん、ですから、はい、そういうことを考えると、人の心に届く話し方の3つのポイントは、滑舌よくはっきり、口調はできるだけゆったり、言葉遣いは丁寧にを意識しましょうっていうことになるんですね、はいはい、ですから、あのはっきりゆったり丁寧にっていうふうに覚えておくと、まあね、お相手とお話しするときに意識できるのかしらっていうことで本日のテーマになっております。あ、素晴らしいですね、はい、で FP 崎山さんはどうでした、はいはい、はっきりゆったり丁寧で、そうですね、はい、はい、もうバッチリですよね。滑舌が悪いんですよ。一緒ですね、はい、私もですね、実はせっかちで、はい、ついついですね、せっかちなので、あの滑舌が悪くなる時があるんですね。先ほどみたいに、あの気持ちだけ先に言っていますので、ですから、まあ、こういうふうにマナー講師でもありますので意識をしています。かなりお話しするときに、じゃあ今日はもう僕ゆったりと、はい、あ、いいですね本当にですね、あの、はい、マーケティングもゆったりでいいんです、うん、いいですね、今日じゃ、はい、その方がいいんですね、はいはい、そうですね、学習能力が高い、そうですね、あの崎山さんですね、はい、はい、実践したいなと思いますね、ゆったり丁寧に、はい、ですね、人の心に届く話し方、はい、3つのポイント、滑舌よくはっきりと、はい、
口調はできるだけゆったりと、はい、言葉遣いは丁寧にを意識しましょうと、はい、いうことです。はい、本日から皆さんは紳士淑女の話し方ができるのかしらって思って、私は今日のテーマを準備してきました。素晴らしいですね、はい、人の心に届く話し方3つのポイント、はい、で、うん、私がですね聞きたいのが、はい、例えばのりこさん、はい、男の人が、はい、素敵な女性に、はい、ね、女性とお友達になりたいと、はい、でそういった時にどのように声かけをしたらいいのかといった時に、うん、はっきりそうですよ、ゆったり、はい、丁寧に、そうだからこちら、ね、やはりね女性に声かけるので、あの丁寧にですよね、乱暴な感じですると大切にされてない感があるので、もういきなりノーですよね。はい、じゃあここで、うん、CM 入りますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、失礼いたします。じゃあここで CM 挟みます。うん、これ日本、うん、あ、これ中国から来てる。あ、そうなの、中国から来てる。じゃあさっきの何でしたっけ、5月 の、うん、あのこっちのコメントがスケボーが似てますよね。うん、このツーモンゴースと、そう、こ似てますよ、ね、そうなんです。やっぱり沖縄のことじゃないですか。あ、これ沖縄だけじゃないんですね。ね、4旧暦来てます、来てるよ、来てるよ。ドリフさんやってみてね。来てるんですか。ああ、チーミー。時刻は6時26分を回りました。あなたが輝く魔法の宇宙道をお送りしております。はい、のりこさん、はい、さすがですね。はっきり、ゆったり、丁寧に、素晴らしいですね。なんかツイート来てますね。そうですね。ちょっと紹介してもらいます。はい、あ、先週はね、ちょっとあのお待ちしておりましたけれども、はい、アララガマサイガーさんが、はい、こんにちはって、はい、こんにちは、はい、ですね。とそれとコンティニーコインって書いてありますけど、これは何でしょうかね。コンティニーコイン。はい、そうですね。はい、はい、はい。っていうことです。はい、はい、あのま。そうですね。あのですね、時間の気分けでですね、6時以降はこんばんはです。はい。っていうか、ですので、私たちの、何でしたっけ、ラジオはこんばんはですね。はい、そうですね。はい、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは。よろしいですか、はい、はい。はい、さい、ラジオ中を見せるぐすうよう、中央がなびら、ペイチンサトルのスルティアシバナ、カタティアシバナ、シマクトゥバの時間なといびん。搭載時間にるすかじりまじゅんしまくとはちかて華やかちうたびんしえびでさいたさることをにげさびら、はい、このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にしまくとばを、ま、学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、 FP 崎山、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送り しております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。よろしくお願いいたします。はい、よろしく。はい、ゆたさることをお願いします。はい、はい、早速ですね、はい、あららガマサイガーさんがですね、すいません、改めてこんばんはって。はい、こんばんは、ありがとうございます。はい、さすがあららガマサイガーさんは学習能力が高いですね。素晴らしいです。レスポンスが早いですね。素晴らしいですね。はい、はい、さあ、搭載、はい、中1ウィンド、はい。よろしくお願いします。はい、のりこさん、FA 酒間さん、はい、搭載中、またしまくと抜きやびなさい。はい、はい、じゃあ、先週は、犠牲合議対語でしたね。あち高校、はい、コラコラ、ひじる高校、元内元内、たっこいむっこい、まがやひがや、トゥイシーバーケ、さらない、くんちり道でしたね。うん、はい。はい、よくわかりますかね、これもう一度あのちょっとですね、先週聞いてない方もいらっしゃったと思うので、はい、じゃあですね、はい、この、はい、あち高校とひじる高校、この高校というのはこの様ですか、はい、ing ですのでね、うんうん、はい、意味までお願いします。はい、あち高校はもうよくわかるでしょ、あなたから、はい、暑いってことですね、あったかいとか暑いとかですね、あちさいびんど、はい、暑いです、はい、ひじる高校冷たい、はい、あんしあの FP 崎山さんのが、はい、夫妻ちゃっかいむっかいそんど、はい、たっかいむっかいね、まあ、くっついてるっていう様ですね。はい、安心、
のりこさん夫婦はどんなですか。はい、あもういっぺいタッカーみたいしてる。いっぺいはそうですね。あはい、はい、じゃあよく使いますね。もう一つね、トゥイシーバーケ、これちょっとあのひろきさんに聞いてみようかね。トゥイシーバーケ、トゥイシーバーケ、あれこれ先週はいやりました。トゥイスーバーケと思いますね。トゥスーバーケ、はい、あの例文とかあればあ、はい、おいしいお菓子をトゥイスーバーケしてるとか、はい、おいしいお菓子とか、はい、トゥイスーバーケ、トゥイスーバーケ、トゥイスーバーケ、はい、あ、そうですそうです、はい、あのまあね、奪い合うとかね、はい、そういうことで使いますね。じゃあサーラナイチュンド、はい、サーラナイはね、はい、スイスイですね。はい、安心また、はい、中夜くんちに道からチュンド、はい、近道から行きます、はい、ということですね。じゃあ今日はですね、はい、義声語義体語終わりましたのでね、うん、今日はですね、何から行こうかと言っておりますけども、はい、うん、今日はあのうちのあの、ことわざ、ことわざ、くがに言葉ですね、はい、いいですね、これあの、はい、クガニっていうことは黄金っていうことですね。そうですね、うん、はい、このことわざとクガニ言葉ですね、はい、これ紹介しますけれども、うん、内縄のこのクガニ言葉と、はい、はい、ヤマトのことわざ、これ共通点がたくさんありますのでね、うん、そのあたりぜひ皆さん聞きながらですね、マジュンチカティ勉強しケヤネブトイビンド、はい、どうぞ一緒に使って学びましょうってことですね、はい、そうですね、はい、これよく聞きますよ、はい、ミーヌイラクビウリリ、みーぬいらくびうりり、はい、これのりこさん、目ですか、はい、みーぬいらくびうりり、あ、なんでしょうね、はい、はい、じゃあ首はわかりますよ、こ、はい、首が、じゃあこれはもう垂れる、 FP 崎山さんにはっきりゆったり丁寧に言ってもらいましょうね、うん、はい、どういう意味でしょうか。実はですね、これはあのうちのあの父親が家訓なんですよ。あ、家訓ですか、はい、崎山家の、やんばるなんで、あの、うんうん、あの多分ですよ。あ、地名が出ます。うん、はいはい。稲穂が、うん、垂れる。偉くなればなるほど、はい、どんどんあの頭下げていきなさいっていう。素晴らしい。謙虚になります、うん。ですから、謙虚になりなさい。はい。SP 崎山さんもそうなんですよね。まだまだなんですけど。あの、はい、社長っていう立場にありながら、はい、いつもね、腰が低くて、ね、はい、そういう意味ですよね。稲穂が実がなったら垂れていきます。はい、素晴らしい、はい。はい。はい。こういうことです。あの、はい、直訳すると、実のいら首折りは実が入れば首を折れよ、はい、っていうのが直訳ですね、はい、で先ほど言ったこれ意訳ですね、はい、実がつくほど稲穂が頭を垂れ下げるように、うん、偉くなるほど頭を下げ謙虚になりなさい、ね、これがうちなのですね、はい、これは教えですね。そうですね、私たちもね、あの腰を低くね、はい、うん、でこれうちなでは謙虚になりなさいなんですね、うん、だけどこれ類語で大和ではこんなですね、実るほど神戸を垂れる稲穂かな、違いますよね、はい、うちのあのことわざは、はい、偉くなればなるほど謙虚になりなさい、はい、だけど、うんうん、大和では実るほど頭を神戸を垂れる稲穂かな、うん、もう自然に、うん、自然に、はいはい、この日本では偉くなれば謙虚になるというふうに言ってますけど、沖縄はですね、その一歩上を行って半歩ぐらい上ですかね、うん、ね、難しいですよね、難しいですね、なんか威張りたくなりますからね、はい、人間って、うん、でそうですね、はい、でもこれちょっと教訓ですよね、私たちにね。そうですね、これがですね、うんうん、もっと、分かりやすく言えばですね、はい、真の実力者とかですね、はい、人格が備わっている人っていうのは、うん、世の中には自分より上はいくらでもいるということをこう悟るようになるんですね、はい、そうすることによっておのずと自分の態度が謙虚になっていくんですね。そうですよね、尊敬したりね、はい、そうなんです、うん、上を見ればキリがない、はい、下を見ればキリがない、うん、だけれども、はい、上にはたくさん偉い方々がいますよ、はい、っていうことですね、はい、いつもそのように、はい、神戸を垂れるっていうことで、はい、はい、でこれがですね、またこれあのFP 崎山さんのマーケティングにも入ってきますけど、はい、この会社経営してる方々、これあの、うんうん、ちょっと紹介したいんですけど、ね、はい、謙虚さがなくなる14の兆候というのがあるんですね。お、まず知りたいですね、はい、まず一つ知りたいです、ね、時間に遅れ出す、はい、あ、はいはい、これまずこれちょっと打ち値する、はいはい、遅れ出すありますよね、うんうん、でその次約束を守らなくなる、うん、でその次挨拶が雑になっていくそうです。偉くなると、はい、挨拶雑になる、うん、でそして一番大事なことですよね、はい、次、うん、他人の批判や会社の批判をしだす、うん、はい、これも謙虚さがなくなる、はい、で寛容さがなくなる、う
ね、すぐ怒ってしまう、うん、相手を許す心が、うん、はい、うん、でそして他人の話を聞かなくなる、うん、ね、そして物事の対応が緩慢になってくる、うん、ありますよね、どうですかね、はい、ありますね、ですから、うん、ですか、あの、はい、本当にこの頭を垂れるっていうことは戒めでもありますよね、そうですね、例えばこれが本当にあの、うん、こう営業マンがですね、はい、新人の営業マンがどんどんこう仕事していって中堅クラスになってきます、うん、そうすると仕事はどんどんの業績が上がっていく、うん、そうすると、はい、自分より皆が、下に見えてくる、はい、さあどうですか、謙虚さがどんどんなくなっていく、はい、ですから、私があの常日頃お話ししているお相手に合わせるっていうことですよ ね、 そうですね、例えばそういった時にですね、うん、サイトコーポレーションでは社長としてはどういう指導をされますかね、はい、そうですね、やっぱり今瑠璃子先生が言うように人の話を聞くっていうのは、うん、まあ、言葉でですね、はい、やっぱりテクニック的にいくとですね、共感とか、ああ、はいはい、そういう言葉を、はい、まあ、まずはあのお客様とは共感しなさいとか、うん、はっきりとですね言ったりと丁寧に共感といいですね言ってあげれば、はい、そうですね、共感って何かなって、うんうん、あの感じてくるかなと、はい、分かりました、怒るだけじゃない、はいはい、ペーチンさんちょっとよろしいですか、はいはい、今メッセージ入ってます、アララガマサイガーさんから、はいはい、紹介してください、はい、僕の好きなコクガニ言葉はヤーナレフカナレです、と、素晴らしい、とても大事なことですよね、ヤーナレフカナレ、ありがとうございます、はい、このヤーナレドフカナレはですね、はい、またね、次回、あ、はい、分かりました、これは、ね、これは次回にですね、家庭で行っていることが外に出てもね、お里が知れますよってことですね。はい、またこれはあの次回にですね。はい、荒川サイガーさん、来週、あ、次回にね、お話しするそうです。はい、それとまたですね、はい、ケラマーミー氏が間違えミーラン。はい、これもですね、また次回にですね、素晴らしい。そう、そうですよ、そうですよ、ちゃんとありますのでね、はい、期待してくださいね。はい、来週になりますか？はい、来週、再来週。はい、はいはい、あ、じゃあ、アララガマサイガーさん、ぜひ、はい、あの楽しみにしてくださいね、楽しみにしていてください、はい、これで時間となりましたのでね、はい、また来週、沖縄のクガネ言葉、じゃあ最後に、はい、もう一度お願いします、今のクガネ言葉、はい、ミーヌイラクビウーリリ、はい、実が入れば首を折れろですね、はい、覚えてくださいね、はい、はい、じゃあここで曲を一曲お届けします、はい、ありがとうございました、 I can't tell you why 言い出せなくて by ego、音楽が流れているんですけれども、今日は、ちょっと、うん、季節は梅雨ということで、世の中、世の沖縄のお母さんたちが多分ですね、一番お困りのものは洗濯だと思うんですね。洗濯物大変ですよね、今の季節に、乾かないっていうのは。それで今日はですね、洗濯母ちゃんっていう絵本を準備しました。この絵本です、どうかな、はい、洗濯母ちゃんの読み聞かせをしていきたいと思います。佐藤和希子作絵、洗濯の大の大の大好きな母ちゃんがいました。今日もいい天気だね、母ちゃんはくるくる腕まくりをして、パッとカーテンを外すと太い腕でたちまち洗って しまいました。家中のズボンも直帰も靴下もパンツもシーツも枕カバーもみんなあっという間にたらいに放り投げ込みました。うち中のものをみんな洗ってしまった母ちゃんは子供たちに言いました。何か洗うものを探しといで。子供たちがそこら中を見回すと猫が見つかりました。でも猫はいつも舐めてるから綺麗だよと言って逃げ出してしまいました。猫は犬の横を走りながら、大変だ、洗濯されちゃうぞと言いました。犬はちょうどソーセージを食べるところでしたが、それを聞いて慌てて逃げ出してしまいました。鳥小屋の前を走っていくと、鳥たちも話を聞いて逃げ出しました。この騒ぎを聞いた下駄箱の下駄や靴や傘もみんな逃げ出してしまいました。母ちゃんはそれを見て大声で叫びました。みんな止まれ。心臓がドッキリして魔法にかかったように体中がしびれて動けなくなってしまいました。
母ちゃんはみんなをたらいに放り込んで、ゴシ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 あっという間に洗ってしまいました。洗濯が終わると母ちゃんは庭の木から消え、物干しの縄を張りました。庭だけでは足りないので、向かいの森の木にも縄を張りました。その縄に洗濯物をどんどん干しました。猫も犬も鶏もソーセージも靴も下駄も子供たちもみんな干して、洗濯バサミで留めました。母ちゃんはご機嫌で言いました。洗濯物を干した後はラムネを飲んだみたいにすっきりするね。ちょうどその頃、空の一隅で雷様の雲が動き始めました。すげえすげえ、へそがいっぱい干してあるぞ。雷様はよだれを飲み込みながら全速力で雲を運転して洗濯物に近づきました。空が急に暗くなったので、母ちゃんが慌てて洗濯物を取り込んでいると、いきなりピカッバリバリバリと雷様が落ちてきました。見るとなんと薄汚れた雷様が物干しの縄に引っかかってもがいていました。なんてこった、まるで雲の巣屋敷だね。こう縄が多くっちゃ雷だって引っかかるぜ。それを聞いた母ちゃんは、雲の巣屋敷なんて失礼だね、それよりあんたは何しに来たんだね。すると雷様は、当たり前のこんちきっち、おへそを取りに来たに決まってるじゃないか。なんだって、おへそを取りに来たんだって。母ちゃんはカンカンになって、本当に生意気な雷だよと言うと、雷様の首をぐいっと掴んでたらいの中に放り込みました。やれやれ、本当に汚い雷だったね。あらまあ、洗い終わった雷様を見て母ちゃんはびっくりしました。雷様はしわくちゃで、おまけに目も鼻も口もなくなっていました。はい、途中ですけれども、これで終わりたいと思います。はい、時刻は6時41分を回りました。時刻は6時41分を回りました。あなたが輝く魔法のオートゥイムチをお送りしています。さて、リスナーの皆さん、 FP 崎山の分かりやすいマーケティングの時間になりました。案内はペイチン悟、イレイトリコ、 FP 崎山、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオより、この後7時まで生放送でお送りします。さて、はい、FP 崎山さん、はいはい、先週もいろいろとマーケティングの話がありましたけども、ね、はい、さあ今日の、テーマ、はい、何になりますかね。あ、今日はですね、はい、復習で、はい、復習いいですね。私も今回6回目になりまして、はい、おかげさまで、はいはいはい、ウォンツとウォンツとニーズ、ニーズゆったりとはっきりとニーズをですね、お話ししていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日また楽しみしてますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、ちょっと目線を変えてですね、はいはい、今回営業マンの方も聞いてると思いますので、はい、うん、そうですね、ぜひ、まあ、社長さんはみんな営業マンだと思いますのでね、はい、まず営業とは商品とかサービスをたくさんお客様にですね、知ってもらいたいという目的があるじゃないですか。はい、はいはい、そうですね、はい、でその中でですね、営業のですね、一番の大敵はですね、大敵は、井出さん、何と思いますか。営業の大敵、はい、はやはり、お客さんですよね。いや、違うんです、ね、あ、違うんですか。はい、大体やっぱり何でしょうね、心理的なもんなんですけどね、はいはいはい、今日も営業やってて、はい、こう成果が出ないとかですね、はい、はい、そういうのが重なっていって、うん、あとはですね、営業マンが罪悪感を持つんですね。ああ、罪悪感ですね、はい、この商品を私どもが扱っている商品をお客様に、うん、いいとは思ってもですね、はいはい、なんか悪いことしてるんじゃないか、売ることが、営業したりすることが悪いような気がするっていうことですね。そうですね、はい、それ自体が、営業自体がですね、はい、うん、もう罪悪感になっちゃう。ああ、そういうジレンマに陥ることがあるわけですよね、営業してるとね。そうですね、はいはい、よくわかります。はい、わかりますか。私営業マンではないんですけども、はい、まあ人材育成講師として、はい、いいものをお相手に伝えたい、そうです、ね、伝え
て、うん、できればたくさんの方にそれをお伝えしたいっていうことをこう発信したときに、なんかちょっとね、のり子先生もやっぱりニーズがあるって思ってますよね、はい、絶対あると思っていたら、はい、思っているんだけど営業をかけるときに、はい、なんかあんまりこう、はい、なんておせおせで悪かったかなっていう罪悪感時々ありますね。心理学でいくと、はい、まあ、心理的に言うと誠実だからなんですよ。あ、私誠実ですかね、はい、真面目だからなんですね。誠実、誠実さがあればあるほどですね、はい、反比例して罪悪感が出てくるわけですね、はい、ですからニーズっていう言葉がありますけど、はい、その上にですね、欲しいものっていうのがあるんですね、はい、ゆったりと今言ってますけど、はい、ウォンツ、ウォンツ、はいはい、でそのウォンツをちょっとだけ分かってくれていけばですね、はい、罪悪感がなくなっていくかなっていう話なんですね。じゃあ私は今日はバッチリ学ばないと、はいはい、やっぱり罪悪感あるんですよね、ですから、うん、まあ、繰り返すんですけど、はい、ニーズっていうのはですね、もともと必需品のことなんですね、はい、はい、もう一度必需品ちょっと滑舌悪いんですけどグブリだとおり、はい、ちょっとペイジさん失礼ですよ、はい、必需品っていうのはですね、はい、水とかですね、はい、お米とか、はい、ガソリンとか、はい、例えば車のガソリンが切れたら、はい、自動的に誰が営業しなくてもガソリン入れちゃいますよね、はい、メーター見て、うんうん、じゃあ米がなくなりそうだったら米買いに行きますよね、買いに行きますよね、その時に、うん、もっと安いところ米探さないですよね、営業マンの力はいらないじゃないですか、はい、必需品というのは牛乳が足りないなと思って、うん、例えば、うん、営業マンが来ないと牛乳買わないってことはないですね、はい、ないですね、買いに行きますね、はい、これが必需品です、はいはい、自らなくちゃいけないものですよね、はい、そうです、うん、はい、生活に必要なもの、はい、うんうんうん、でこの世の中のですね、はい、まあ、ある大先生が 90% は本当は必要なのをものではないっていうことが断言してるんですね。あ、すごいですね、はい、ちょっともう一つ分かりやすく言えばですね、はい、必需品じゃないものがこの世界には広まってるんだっていうのを理解しなさいっていう話があるんです。溢れてると、そうです、溢れてるっていう言い方もあるんですけど、例えばですね、はい、じゃあ時計、はい、時計ですね、はい、自動車、はい、靴、はい、タバコとかですね、はいはい、タバコなんか健康にも悪いじゃないですか。そうですね、はい、でも売れてますよね、うん、はいはい、じゃああと高級ホテルと安いホテル民宿があるのはなぜかとかですね、 あ、はいはい、であとブランドの洋服じゃないとダメだっていう人もいらっしゃいますよね。いますね、はいはい、女性はね、はい、そういうのありますよね、はい、これなんか意味があると思いますよね、うん、ですからそれをですね、ウォンツっていうんですね、欲しいものっていうことですね、欲しいもの、必需品ではないですよってことですね、はい、はい、で本当に必要だったかなって考えることがまず営業マンには必要ですね。いいですね、自分たちの商品、じゃあ、はい、いいですね、ペイチンさん、はいはい、今日は何でもいいですので、なんかパッと買ってきたのは何かありますか。ありますよ、はい、はい、北中のですね、特産でグスクまんじゅうというのがありまして、はい、有名ですね、はい、はい、アーサー、まんじゅうですね、美味しいですよね、はい、繰り返しますけど、これは必需品ですか、これは欲しいものだったですか。ですね、はい、本当は私は、はい、甘いものだったら何でもいいかなと思ったんですけれども、はい、これ誰かにお渡しするわけですよね。そうですね、でもその時気持ちでもよかったわけですよね、うん、はい、そうです。でも物を買ってくるっていうのはやっぱり自分のために買ってるわけです、ね、うん、はい、そうですね、お客様のための次に、はい、うん、欲しいものやっぱり、はい、買ってるわけですね。そうです、絶対必要だったかって言われたらですね、あ、欲しいものだなっていう意味なんですね。そうですね、ウォンツっていうのが、はいはい、まあ、一応簡単に言えばですね、今皆さんスターバックスさん行かれると思うんですけど、はいはい、うん、お家でですねコーヒー沸かしてから飲めますよね、はい、飲めます。でも気持ち違いますよね。なんか打ち合わせとか、打ち合わせとかって会社に戻らないで、うんうんうん、お客様とスターバックス行こうかとか、はい、喫茶店に行こうかっていうのはやっぱりそこには何か必需品でもないですよね。そうですね、はいはい、家に帰ってコーヒー飲めるのにスターバックスさんに、うん、行ったりとか、ね、結構はい、うん、お値段高いんですけども、ね、なんか行くとね、これやっぱり、うん、いいね、営業マンもそうなんですよ、うんうん、いい気分になりたいっていう行動なんですね。あ、いいですね、はいはい、うん、これがスターバックスさんとかこういった喫茶店はお客様の心を捉えてるわけですね。あ、捉えている、いいですね、はいはい、ということでウォンツのあれやったんですけどね、はい、ですから例えばこれをですねちょっと難しく言ったら、はい、買った後のですね
紅葉が目的であるっていうことなんですね。ああいいですね、はいはい、気分の紅葉ですね。そうです、はいはい、紅葉、この紅葉ですね、はいはいはい、でお客様がですね私たちの商品を買う理由をこれまで理解することですよとか、買ってもらうために必要な感情ですよとか、買ってもらう理由を探しましょうとかっていうのをそこに集約されるわけですね。あ、はいはいはい、お客様の買いたいという情熱をですね、うん、まず理解することが大切なんですね、うん、はいはい、はい、でこれはウォンツを分かることによって商品も売りやすくなりますし、私たち営業マンの罪悪感もですねなくしていくためにもですね、うん、ウォンツを学習していくっていうのはいいことなんですね。あ、いいですね、はい、た例えばなんですけども、私のことを言いますと、私は講師業をしていて、はい、セミナーとかっていうのを開催してるんですね、うん、で今まあ、どちらでもできるんですけど、例えば公民館で、はい、やったりとかもしているんですけど、うん、はい、でも一方ではホテルで、ホテルの一室で講話をしてもいるんですよ、はい、これはですね、それもやはりこれはお客様によりますね、うん、はい、お客様のこの社会的地位とか、はい、あと今の時代の流行りとかありますよね、うん、はいはい、ですからこのホテルでやった方がいいのかってお客様目線になって、うん、はい、じゃあ自分がこのマナーを受けたいんだったらどんな風にされたいかなと思うことが大事なんです、うん、はい、自分がされたいことをお客様にすることなんですね、はいはい、でもきっと先生のマナーはホテルでやった方が輝くんでしたらですね、お客様のためにホテルでやってるんだったらですね、これいいことじゃないですかね。やっぱり沖縄の方言でも人にやられたいことをおばちゃんなんか人にやりなさないよって言うんですよね。これも沖縄のマナーでよく格言で言いますけど、やっぱり営業も自分にされたいことをお客様にしなさいっていうのをよく上司なんかに言われてきましたんで、先生の通りでいいんじゃないですかね。ホテルでやることがお客様が喜ぶことでしたらですね、はい、素晴らしいことだと思います、ね、はい、いいですね。それもちょっとウォンツに入りますか、はい、この場所スペースを考えるっていうことも、はいはい、ウォンツっていうのはもともと何ていうんですか、この欲しいものですから、うんうん、ニーズではないと思います、はいはい、ホテルがですね、はい、やっぱり高級ホテルに泊まって旅行行きたいなっていうのは、やっぱりその高級ホテルに憧れてる方が、うん、お金を高いのお金払うということはウォンツなんですね、はい、別に旅行が好きだったら別にキャンピングカーでもいいわけですね。そうですね、民宿でもいいわけですね、うん、景色が見たいんだったらホテルはどうでもいいんじゃないですか、はい、でもこの高級ホテルに泊まりたいな、うん、食事がしたいな、はい、いい気持ちになりたいなっていうのがウォンツなんですね。そうですよね、いい気持ちになりたいですね、はい、ぜひ沖縄もどんどん観光客来てもらってですね、はい、ウォンツを、はい、素晴らしいですね。今日はもうのりこさんが食らいついてますけど、はい、はい、もう、まあ、さっきとなんかダブってるんですけど、うん、のりこ先生、ね、お客様を大切に扱ってほしいということなんですよね、はいはい、素晴らしいですね、はい、さて今日はもうのりこさんが食らいついてましたけども、はいはい、今日はこのコーナーですね、はい、時間となりましたけど、はい、じゃあ来週はどんなテーマでいきましょうかね。また繰り返しなんですけど、はい、今度はウォンツの今日のお客様の感情を知ればですね、今度商品側の話はベネフィットですね。あ、ベネフィットに、はい、で、あとキャッチコピーまで、はい、USB まで続けていきたいなと、ね、素晴らしいですね。マーケティングベネフィットまでいきますね、はい、そしてキャッチコピーまでいきますね、はい、じゃあウォンツとニーズということで今日は、はい、よろしいでしょうか。はい、どうも、はい、FP 崎山さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。一平二平デビルナトイビ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあもう終わりなんですか。さあはい、そろそろ時間となりましたけども、はいはい、じゃあ、ララガマサイガーさんがですね、はい、すいません娘をお風呂に入れないといけないのでお先に失礼します、また来週ツイキャストから参加しますって、本当イクメンで素晴らしいですね。本当にアラガマサイガーさん、うん、ありがとうございます。ぜひね、来週、ね、ケラバーミー氏が間違いに男性ですかだと思います。ああ、はいはい、ヤーナレフカネラレとかね、ペイチーさんまた考えててください。はい、はい、それでは講座の案内です。はい、6月18日、冠婚葬祭編、7月16日訪問編、8月20日食事編、コスタビスタ沖縄 PM1 時からスタートいたしますので、関心のある方は私の方へご連絡ください。
家庭教育アカデミー沖縄0909787-1451です。それともう一つなんですけども、はいはい、7月7日、七夕ですよね、はいはいはい、その時にですね、七夕の宴っていうテーマでですね、あ、なんか響きいいですね、はい、和食をいただきながら、はい、それは、和食会食懐石料理なんですけれども、それをいただきながら和食のマナーレッスンをいたします。おー、いいですね、はい、こちらはですね、ちょっとお料金は高めになりますけども、実際の懐石料理いただきながらなので8000円とさせていただきます。でこれはですね、7月7日木曜日、PM6 時半よりコスタビスタ沖縄で行いますので、関心があります方は一緒にレッスンいたしましょう。はい、いいですね、はい、問い合わせは家庭教育アカデミー沖縄0909787-1451イレイのりこ、それと、ブログやホームページをご覧ください。あの情報が載っていると思います、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました、はいはい、ですね、このリスナーの皆さんがですね、ニーズからウォンツに変わったら、はい、もう皆さんどんどん来ると思いますんでね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、最後になりましたけれども、ちょっとね、先週あのとても悲しい出来事が沖縄県で行われました、はいはい、あの米軍属に働いている方が、ね、20歳の女性を殺傷事件がありましたね、はい、本当に悲しい、もう怒りでいっぱいですけれども、まあね、沖縄っていうこともですね、はい、考えながら皆さん今週も音顔で過ごしていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。ご案内はペイジン悟、イレイのりこ、 FP 崎山、はい、はい、それではまた、はい、それではまた来週ですね、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、失礼します、はい、失礼します。